い、それでは回答解説に参りましょう。はい、場面ご覧ください。はい、ちょっと書きました。He will can drive a car、ここが will、ここがだろうと。はい、can ができると。はい、でドライバーか。はい、これで、彼は、車を運転できるようになるだろうという意味だというふうに書いた人いないでしょうかね。はい、これできないんですよ。これ間違い。will も実は助動詞なんですよ。こいつも助動詞。can はもちろん助動詞ね。助動詞助動詞ってくっつけられないんですよ。だからこの will can は間違い。じゃあどうするかというと、この場合は can の代わりにあるものがありますね。よいしょ。will can と使えないので、be able to を使ってあげるんですよ。He will be able to drive a car。 これで彼は車を運転できるようになるだろうという意味を作ることができるんですね。はい、これが正解だったということです。未来時制の場合は、can はダメと、He will be able to drive a car と、こういうふうに英文を作ってあげましょう。よろしいでしょうか。はい、それでは次回までの宿題クイズを出しましょう。はい、場面ご覧ください。はい、なんかいろいろ空白、空欄がありますが、いいでしょうか。はい、ですね、ちょっと説明しますと、さっきまで can の横に be able to というのがありましたが、これがなくなりました。はい、さっきまでここに、可能と書いてあって、なんとかできると書いてあったんですが、これも消えました。はい、で、こんなふうにできてるんですが、はい、問題としてはですね、3問です。ここの英語の和訳例を作ってくださいという問題です。ただし、一つだけ条件をつけます。つけた和訳例を作ってくださいという問題にしますね。はい、読みましょうか。Can I go out?、Can you give me the ticket?、He can be stronger than Ken. これの和訳例を、まあ、この括弧の中に入れてほしいのですが、はい、この四角は無視していいですよ。無視していいんですが、一つ条件があって、なんとかできるみたいな訳例を、入れないでください。ダメです。使わないでください。そうではない訳例を作ってくださいというちょっと条件をつけます。はい、ちょっと面倒くさいですね。面倒くさいんですけれども、はい、それでうまく、日本語の訳例を作ってください。はい、今からメッセージやってる方お願いします。はい、それ以外の、ね、方もね、ちゃんとね、答えを作って、それから次回のビデオをお楽しみにしてください。